すごいね。一人でよくしゃ。食に揚げたてポテトとコーラ。ですって言ってんだけど、こう、ここだ。嘘、じゃあ卵は向こうなんだ。いやー長かった。お疲れ様。まずは温泉に入りましょう。ここのすごいところはですね、見てください。温泉タワーも作れます。こちらの施設で。素晴らしいですね。道の駅で田中さん家の卵を購入しました。これを使って温泉卵を作りたいと思います。一回落としてみないとわかんないです。時間の方が固めでいきましょうね。50分、その間にお風呂入りましょう。いいお湯でした。マルチビタミン。65度って書いてるから暑いでしょ。
ルントゥルン、ヌルンヌルン、トゥルントゥルンは聞いたことあるけど、ヌルンヌルンは聞いたことない。これは新しいと思います。ヌルンヌルンです。入った？入った。おい、鳥取県入りました。どうする？よっそー、でーでー、避難性岩見、ここを北に進みます。キャンプ地とする。なんか面白い作りだね。うん、本当だ。酒も出るんですよ、タバコ。あれはね、産直みたいなフレッシュなんとかって、もう閉まってるけど、ね、でここの食堂がね、8時まで開いてるんですよ。お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。鳥取遠い、北海がでもありますよ。楽しみましょう。お疲れ様でした。今日はね、ちょっと移動が長いので、車では調理せずにですね、もうすぐお店で、食べることにしました。これ、ですね、日本酒で瑞泉って書いてるんですけど、これ泡盛じゃなくて日本酒なんですって。それを2合頼んでみました。じゃあ、どうぞ。はい、それでは。はい。お疲れ様でした。さあ、来ました。アーモンドマスク丼です。どうぞ。見るからにうまそうだね。おいしい、出ました。お刺身定食が来ました。なんとこの箸見てください。すごいですよね。どうぞ召し上がれ。いただきます。じゃじゃーん。これはね、白イカ御膳ですね。刺身、天ぷら、揚げたてですよ。完璧な品揃えです。さあ、揃いましたんで行きましょうか。いただきます。絶対うまいね。お箸感動しない。このカットが、カットが割り箸と思えない。これは売ってたら買いたい。分かるでしょ、持って帰りたいって分かるでしょ。これはね、使ってみないと分かる。すごい。
半端ない。いやー、移動だけでほとんどね時間を取られて、夕方前の到着なんですけど、でもよかった、こんなところなかなか来れませんからね。仲間もいっぱいいます。ブンちゃん暴れまくってます。あれカメラ回すとおとなしくなっちゃう。キャラバンのオーナーさんとお話しできました。関西方面の道の駅のスタンプラリーをキャラバンと一緒に攻めて日々楽しんでるそうです。いいですね。はい、それでは寝ますよ。おやすみなさい。おはようございます。気持ちのいい朝です。なんかね、あのお惣菜屋さんがあるんだって。今日はね、道の駅の目の前に喫茶メダカというのがありまして、そこでモーニングセットをいただきたいと思います。コーヒーを買いました。まだ鳥取県としての湧き水を手に入れてません。実は鳥取湧き水が米子の方、大雪山の方に移動しないとなかなかないもので、今考えております。どうすべきか。湧き水は欲しい。でもご当地の水がペットボトルで売ってたら時間に限りがあるので購入したいと思います。